今回紹介するのは「東京レーブンズ15シャマニシーラウエヌ」という本です。時を超え今語られる土門夜行がたどった激動の運命やがて呪術界に変革をもたらす伝説の引用し、土門夜行を没落してゆく宋家の当主になった彼の前に。 呪術復んの野心を抱く青年相馬さつきが現れてこれは転生した夏目の魂が体験する過ぎ去りし日々の物語待ちに待ったそして待たされた回のあった東京レイブンズ最新刊です本シリーズでは巨像と実像が入り乱れた土御門夜行の謎めいた生涯や 土見門家と相馬家との因縁が物語の大きな停留となっていました。過去編を描く本館では、ついに夜行の実像と両家の因縁が明かされていきます。始まりは昭和14年1939年の春、遠くヨーロッパで第二次世界大戦の火蓋が切って落とされてまだ間もない頃、田舎でくすぶる陰陽道宗家の天才、夜行のもとに、 相馬家の着手つきが訪れたことにより運命の歯車が動き出します若き二人は年に似つかぬ辛抱で牽制し合いながらも年に似つかわしい理想を密かに燃やしそれを共有することで互いに理解を深めていきますけれど日本も戦火の渦に巻き込まれんとする時代の数征は二人の緩やかな成長を持つことなどを許さず 彼らを後戻りできぬ地点にまで押し流していきます。前巻では、土御門夏目と何らかの結びつきがあると判明した、飛車丸の幼少期の視点で終わりました。本巻ではそれと地続きのように、主に飛車丸の視点で語られます。しかも、読者はその後に起きる悲劇、作中の最下だけでなく、現実の戦果も含めて終わる程度知っています。 それゆえ本館では山場がかなり短いにもかかわず作中で飛車丸が未来に対して抱く漠然として不安や焦燥に思わず共感し一緒になってハラハラしあっという間に最後まで読んでしまいました嬉しいのは現代編で登場してきたキャラクターのルーツとなるキャラクターあるいは 現代編のキャラクター本人までもが登場すること特に王子の闇寺静粛寺の様子も感慨深いものがありました何よりインパクト抜群なのが今回の敵斜め上を行く設定でびっくりしつつななるほどなぁと納得ですもちろんシリーズ本編だけ読んできても十分面白いのですが本館には番外編の読者に対する目配せもあります 土御門夜行、飛車丸、各行鬼の3人がソロエピソード、The Night Before Triangle、e e x 3メモリーズインネスト書集を読んでいると、作中で言及される話題や彼ら3人の関係性がより理解でき、より一層楽しめるはず。表写は未読なのでよくわからないのですが、他にも本館のキャラクターには、 スピンオフコミックス、東京レイブンズスベタオブソングのキャラクターとの関連性を持つ人物もいるといいます。一応、後書きによれば、時間は主に過去編を描きながら、現代編にも戻るよう、ただ本館でも最大の革新部までは進んでいないので、それも未知数と言っていいかもしれません。早く結末を読みたいと願う一方、 早くなんか終わってほしくないと望んでしまいますし、悶々としながら時間を待つことになりそうです。以上、興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。